北中城村中城城跡。今日は世界遺産でもある中城城跡に来ています。5年ぶりに来ましたが、動画にするのは初めてです。この城跡は市民ボランティアの方が城内を案内しながら一緒に回ってくれるので助かります。はい、こんにちは。二人ですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。5年前に来た時にはボランティアガイドさんがついてくれて、グスクの中を説明しながら案内してくれていました。今日はボランティアガイドさんがいないようです。事情を聞いてみます。今はもうガイドさんとかはもうないんですか？ですね、今ガイドは常時はいないんですよ。ああ、はい、コロナになってからは、ああ、ちょっと今は。あ、そうなんだ。コロナで、はい、あ、そっかそっか。ありがとうございます。はいはい、どうもありがとう。こんにちは。乗れます？あ、はい。はい、どうも。よいしょ。はい、お願いします。はい、ありがとうございました。はい、はい、はい。あ、はい。駐車場から入り口までは2分くらい。入り口から電動カートに乗って頂上近くまで行きます。そこから入り口に向けて戻るような形で回遊が進みます。結構広いので疲れます。以前のようにガイドさんの話を聞きながらだと良い感じで最後まで進むことができました。今回は何もわからずとぼとぼ歩いたので少々疲れました。お城の大きさとしてはカツレングスクの3倍程度ではないでしょうか。
新しい石が山積みにされています。あ、そうなん。今後の復元作業に使う石です。中城城は復元がまだまだ進んでいない状況です。おそらくあと数十年は時間がかかると思われます。奥の岩陰が鍛冶跡となっていますが、なんだかよくわかりませんね。鍛冶屋のことを沖縄の方言でカンジャーヤーと言います。直訳すると鍛冶屋があったと受けずということでしょうか。昭和48年、復帰の翌年に設置された石踏みです。復帰前後の中城城址は、城跡としてではなく、遊園地のような施設があったり、城内で乗馬をさせるための馬がいる場所でした。中城城跡は、活連城址と比べて、躯体が大きいのでグスクの復元整備もまだまだ時間がかかりそうです。中城城跡は1400年以前から存在していたが、1440年に御左丸が城の主になり、強固なグスクに生まれ変わりました。中城城址の御左丸と活連城址の雨割りは永遠のライバルとして今でも語り継がれています。
青い丸は琉球大学がある高台。その向こうに首里城がある。昔はここからは首里城が見えたかもしれない。ここからは勝連城址が見えないが、中城城の東側に立てば勝連城址は目の前に見える。この3つの城の位置は近く、またその関係性は歴史的にも重要となっています。1440年頃にザキミ城主であった御座丸が王府の命令により中城城の城主となりました。首里王府と御座丸は良い関係を続けていたが、18年後の1458年旧暦8月15日月見の宴の最中、勝連庵氏雨割が中城城を急襲し、御座丸は死亡しました。この中城城主御座丸と勝連城主雨割の対立状況は、沖縄ではポピュラーな歴史上の敵同士としての代表格となっています。那覇大綱引きの東西の総大将としてこの二人が活躍します。この二人は現代も頻繁に名前が出てくる。沖縄の代表的な武将となっています。現在地はだいたいこの辺りになっています。実際に歩いて見える風景と全然違います。かなり高い場所にいるようです。動画が予定より少し長くなってしまいました。今回は中城城址の一番高い場所に上がったところで終わりたいと思います。また次の機会に後編をお伝えいたします。本日も最後までご視聴ありがとうございました。